5年前誰に喧嘩を吹っかけたんだ。近江連合直参、合流会2代目会長郷田隆二。今から会いに行く。近江連合会長郷田陣の息子だ。会長の息子。バカだった。俺はそいつの罠にはまったんだ。罠？ああ、5年前合流会はカモロ町にちょくちょく顔出すようになっていた。狙いは旧堂島組か。いや、東条会の幹部だったら誰でもよかったんだ。近江は東条会をつついて関西におびき寄せる腹だった。当時荒れていた俺はまんまと合流会の挑発に乗った。関西に乗り込んだんだ。一人でな。郷田隆二ってやつと差しの勝負するために関西へ飛んだ。だがそこで待っていたのは札だった。銃刀法違反でパクられ、臭い飯を5年も食う羽目になった。まああんたの10年に比べりゃまだ短い方だがな。俺はその郷田隆二ってやつに借りがある。それを始末しねえと東条会背負って立つなんてできねえんだよ。そうか。言っておくが、近江連合ってのは半端じゃねえ。裏でどんな罠仕掛けてるかわからねえ。杯の話用心してかかった方がいいぜ。ああ。お客さんこっちの人やないね。ああ。旅行でこっちへ来たん？いや。じゃあお仕事？まあそんなところだ。おい、おなごの数が少ないやないけ。支配人はどこにおるんや？ちょっと目合わせたらあかん。この辺で有名なヤクザさんなんやって。はい、お呼びでしょうか？関西でわしらのテーブルこないに寂しいする店他にないで。すいません。頭下げる暇あんねやったら色っぽい姉ちゃん行さん引っ張ってこんかい。いい加減にせ。もうええ。親分さん、ありがとうございます。親分さんさすがやわ。貫禄あるな。当たり前やがな。お前さんこの仕事してて親父のこと知らんのかい？未来の近江連合のドン、関西の竜や。覚えときや。へえ。どないしました？あ、こいつのせいでっか？ちゃうわ。お前今何言うた？は？覚えとらんのかい？え、あ、席外せ。自分なんか親父さんの前で言うたらあかんことがあるやろ。あ、いや。いいから早う謝らんかい。すいませんでした。ほら、みっともないで。はい、お席座るんかい。山田、悪い。わしと杯交わしてからなんぼや。に、
2年です。そうか。あの親父で、さっき言うたこと思い出したんかい。え、あ、いや、まあ飲め。あ、はい、いただきます。これで思い出してやる。あゆ言うてみや。これ関西の竜。関西の竜って言ったんだ。ちょっとあんた落ち着かねえ店だ。待て、あれよくも口にしたの。お前らがもう一度聞きてえと言ったからな。人の話盗み聞きし腐ってこら。あれだけでかい声で喋られたから、嫌でも耳に入るぜ。はい、沈めたのか。覚悟せえ。お見事や。すまんことした。うちの若い衆は血の気が多くての。もうお帰りですか。お前らといると酒がまずくなる。あんたは大した男や。気に入った。さっきのお詫びとして怒らせてくださいや。断る。近江合流会のおごりです。わしの顔立てたってくださいや。合流会。よっしゃ、この店で一番高い酒持ってこいや。はい。ほんまにええ度胸しとるわ。うちの組にもあんたほどの男はおりませんわ。関東の方やな。ああ、そうやろな。あんたほどの人が関西におったらすぐに噂が広まりますさがいに。お近づきの印にお名前教えてもらえまへんやろうか。これは失礼。わしは近江連合合流会二代目の合田龍二と申します。合田。近江連合くらいはご存知でしょうが、日本で一番有名な大門ですさがいに。ああ。で、お名前は。名乗るほどのものじゃねえ。わしもこうして腹割って話しとるんです。名前ぐらい教えてもろてもええやないですか。桐生一馬だ。道島の竜、東城会の桐生一馬さんですか。いや、そんな男は知らねえ。兄さんも人が悪いよ。驚かさんといてください。まあでも本物なわけないわな。本物やったらこんなとこで酒飲んでられるわけないわ。どうしてだ。本物やったら今頃それどこやない。必死こいて戦争の準備しとるはずや。ああ、そや。せっかくやから教えますわ。さっきわしが切れたわけ。なんだ。わし、
関西の竜と呼ばれるのが気に入らんのです。竜はまだい、関西が嫌なんです。竜に関西も堂島もありゃしません。極道の世界で竜と呼ばれる男は一匹でええんです。あんたもそう思いますやろ。まあな。あんたとは気が合いますな。俺も何かの縁や。ついでにもっとええ話教えさせてもらいますわ。今夜の12時ちょうど、カムロ町に派手な花火がドカンと一発打ち上がるんです。花火？わしが仕掛けた花火です。一世一代の祭りが始まる。祭り？その幕開けの花火がカムロ町に上がる。そして明日、堂島の竜は死ぬ。何？それでわしは本物の竜になる。少し喋りすぎました。まあ桐生さんはごゆるりとくつろいでってください。ああそう、一つ言い忘れました。明日出かけるなら香水の一つでもつけていった方がよろしい。どういう意味だ？あんたの体からプンプン匂うんですわ。血の香りが。桐生一馬さん。ほな。仕掛けた花火。12時。一体何が始まるんだ？ああ、須藤です。ええ、残念ですが、倉橋課長の読み通りとなってしまいました。いや、まだ関西とのつながりはわかりません。ええ、そうです。やはり海外の組織が関係しているのではないかと思いまして。そうですか。わかりました。では、私の方も手配します。ええ。あの任務は、伊達さん以外にこなせませんから。はい。では。